沖縄の旬なスポットをドライブ感覚で巡るハングリーナ、沖縄ガールズのレポート、アナウンサーの全力実況とともに一度は行ってみたい話題のお店をご紹介します。今回のドライブカーはトヨタの新型アクア。スイッチを押すだけで駐車操作を自動で行ってくれたり、障害物を検知して衝突被害を軽減してくれるなど安心が充実です。さあ、あなただけの癒しの空間を探しにハングリーナ。今回案内してくれるのは、前回に引き続きモデルとしても活躍するミリーちゃん。今回のお店はこちら、本部町美瀬にあるカラフルなお店沖縄さん。明るい気持ちになってほしいという思いからカラフルなお店にデザイン。ヤンバルの作家さんの作品や料理にヤンバルで育ったフルーツを使用するなど地元の良さを伝えています。さあ早速行きましょう。本日のグルメはマーブル島スムージー。ほぼ全てヤンバルで採れた食材で作るこだわりのスムージーです。見てください、スムージーめっちゃ美味しそう。しかもこのマーブルな感じとか超可愛くて、もう店内に入った時からすっごいたくさんのフルーツの匂いがして、もうね、早く飲みたくて仕方ないのでいただきます。いや、よく喋るな。食レポもお願いしますよ。おいしい。いや、まさかの。ここは一言だけ、ライフイズミラクル。何が起こるかわからない。元部長の農家さんが大切に育ててくれたドラゴンフルーツなんだって。豊富なポリフェノールやビタミンと酵素がたっぷりの島フルーツをミックスしたスムージーです。皆さん召し上がれ。今度はまたよく喋る。ぜひお土産待ってます。そして外に出て、この甘さがいいんだよな。このなんだろう、しつこくない感じの甘さ。皆さん聞いて、あのなんていうの、この自然のフルーツの甘さよ、フルーツの甘さ。時間の都合上音声絞らせていただきます。ただスムージーの美味しさは伝わってきました。そしてこちらもおすすめのスムージーとスカッシュを。皆さんシュワシュワする、一緒にシュワシュワしよう。一緒にシュワシュワの意味がよくわからないんですが、ぜひ皆さんミリーちゃん大興奮のシュワシュワを味わってみてください。お店のどこで撮っても SNS 映えするお店でしたね。現在はテイクアウトのみということで、ドライブで立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ここで皆さんへプレゼント。ハングリーナのインスタグラムをフォロー。沖縄さんの写真にいいねをしてくれた方の中から抽選で5人の方にトッピング無料をプレゼントします。詳しくはインスタでハングリーナと検索してください。